続いては各週でお届けしています防災一口メモのコーナーです。今日お越しいただきましたのは坂出海上保安署地域海難防止対策官の大西幸さんです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はどういったお話をしていただけるんでしょうか。はい、毎年海ではプレジャーボートなどの船舶事故のほか、はい、遊泳中釣り中の事故により多くの命を失われておりまして、はい、海上保安庁ではこれらの事故を減少するために海の事故防止を呼びかけて、いきたいと思います。まあ、これから特にね水辺に出かける機会も増えてくると思うんですけれども、まあ、そういったキャンペーンみたいなのもあるんですか。はい、今月7月16日から、31日までの間に海の事故ゼロキャンペーンとしまして特に、事故防止指導を実施しております。はい、そういった海の事故をなくすためにどういったことに具体的に注意をしていけばいいのか教えていただきたいと思うんですが、まず一つ目は、はい、マリンレジャーにのでですが、はい、決められた海水浴場ないですねで、遊泳すること、はい、こちらの方が第一ですかね。はい、この辺りだとどういった海水浴場がありますか。はい、この辺りですと、海水浴場100選選ばれました、はい、シャミ海水浴場ありますね。はい、やっぱりねあの地域の方もたくさん集まる場所ですのでねそういった海水浴場を決められたところで遊泳をしてください。次に2つ目は、はい、2つ目としまして飲酒後の、遊泳は絶対にしないことです。はい、遊泳以外でも運転とかっていうのも船運転はダメなんですね。まあ、飲酒の方は一切ダメになっております。はい、車も船も同じということですね。そうですね、はい、分かりました。次に3つ目は、立ち入り禁止場所へは侵入しないことですね。はい、具体的にそういった立ち入り禁止の場所ってどんな場所になりますか。はい、こちらの方はプレジャーボートと水上オートバイになると思いますが、はい、漁場が設置されているところですかね。 あ、はい、あと潮流の速いところ、はい、あと釣りでは港湾施設で門扉が設置されているところなどあります。はい、わかりました。次に4つ目が、はい、4つ目が釣りや磯遊びまたは水上オートバイなどのマリンレジャー中は、はい、ライフルジャケット常時着用のこととなっております。はい、まあ、大丈夫と思ってもふとした瞬間にこう落ちてしまってっていうこともありますのでね、はいはいはい、しっかりとね着用していただきたいと思います。またそういった法令というのもあるんですよね。はい、そうなんです。来年、30年ですね、はい、2月1日から、はい、小型船舶の船長に対して、はい、全ての乗船者にライフジャケットを着用させる義務が法令化されますので、はい、よろしくお願いします。来年からということですね。はい、はいはい、ぜひねこういったルールを守って楽しく海のレジャーを過ごしていただきたいと思います。ただこう気をつけていても海にもし転落してしまったという場合はどのようにすればいいんでしょうか。はい、まず落ち着いて海に浮いておくことが一番大切です。はい、そして、速やかに救助要請を行います。はい、ということで、ライフジャケットを常時着用してもらって、はい、その中に、防水パックにですね、はい、携帯電話あとスマートフォンなどを入れてもらって、はい、必ず花見離さず持ってもらう、はいっていうのがう、ね、はい、必要です。はい、警察だと110番で救急だと消防は119番なんですけれども、はい、海専用の番号があるんですよね。はい、海上保安庁では、はい、海での事故事件は118番となっております。はい、118-118をぜひね皆さん覚えていただきたいと思います。また出かけるときにはお天気の方も気をつけていただきたいんですよね。はい、はい、そうなんです。今現在、海上保安庁では海の安全情報こちらの方を取り入れております。はい、はい、こちらの海の安全情報といいますのは、全国各地の灯台で観測した風向風速などの海上気象の情報を皆さんがお持ちのパソコン、あとスマホ、携帯電話でも見ることができます。こちらの方で、利用していただければと思います。はい、ぜひねこの海の安全情報をご覧になりたい方は、海の安全情報というふうに入力してね検索をしていただきたいと思います。
まあ、ぜひ本当にこのルールを守って楽しんでいただきたいですね。はい、はい、またもう一つ皆さんに今日お伝えしたいことがあるということなんですけれども、はい、こちら境でですかね、はい、大橋祭り花火大会があります、はい、こちら8月11日ですかね、はい、はい、こちらの方の、小型船舶で観覧される皆様に注意があります、はい、一つとしまして、はい、必ず発航前には燃料やオイルの量の点検、あと水路情報等の収集、船体の状態等の検査をしてもらって、はい、してください、はいはい、あともう一つが先ほども言いましたけど、はい、酒酔い運転は禁止です。そして、船室外、甲板上ではライフジャケット、はい、必ず常時着用です、はい、そして見張りなんですが、観覧中は他船の動静に十分注意するとともに、観覧終了後にあっては次船周囲の安全確認及び安全な速力で厳重な見張りを実施し、帰路に着くようにしてください、はい、本当にね、せっかくの楽しい花火大会ですのでね、そうですね最後まで楽しめるようにこういったルールも守っていただきたいと思います、はいはい、ということで今日はですね、海の安全ということでいろいろとお話をお伺いしましたけれども、まあ、何かあった時には118番というのをぜひ今日はね、皆さんに覚えていただきたいと思います。ということで今回は坂出海上保安署より地域海難防止対策官の大西さんにお越しいただきました。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。